平野紫耀の舞台裏、なぜ2023年に演技を辞退したのか映画復帰の真相、なぜ平野紫耀は2024年にカムバックするのか ?2023 年に演技の舞台から遠ざかったにもかかわらず、平野紫耀の輝きはまだまだ衰えず、俳優ランキングの15位に名を連ねていることに驚きを禁じ得ません。7位にランクインした新グループ、ナンバー、愛の結成やインスタグラムでのフォロワー数の増加により、 平野の影響力は多岐にわたります。神宮寺勇太、岸勇太と共に歩む新たなプロジェクトに期待が高まり、ファンたちは彼の今後の活動に熱い注目を寄せています。平野紫仕様の魅力は、単なる外見だけでなく、そのパーソナリティとエネルギーにも根ざしています。彼のインスタグラムには、プライベートな一面を覗かせる写真が溢れ、ファンとのコミュニケーションを大切にしていることが伺えます。これにより、彼の存在は ななる俳優以上のものもとなりファンは彼との共感を深めています。インスタグラムのフォロワーは413万1000人にも上り、彼のプライベートな一面を垣間見ることができる投稿は多岐にわたります。神奈川県出身の27歳、平野紫耀は、顔が完璧だからという言葉で自身の魅力を語りますが、その魅力は単なる容姿だけにとどまりません。アニメや実写映画に出演し、幅広い年齢層のファンを引き寄せる部屋、 彼の演技力がその背後にある要因であることは疑いようもありません。彼の容姿短麗な外見、温かな声、そしてアニメのような表情豊かな顔は観客を引き込む力に満ちています。しかし、彼が2023年に映画に参加しなかった背景には以前の所属事務所への不満が影響していた可能性があります。2023年の彼の映画不参加には一定の理由があるようです。 以前の所属事務所に対する不満から引退を検討していた彼が新しい舞台としてトベという会社に参加し多彩なプロジェクトに取り組むことが発表されています。映画への情熱を持ち続ける彼が新しい環境でどのような驚きを見せてくれるのかファンたちは期待に胸を膨らませています。2024年、平野紫洋の映画活動が再開されることを期待する声が広がっています。その際、 彼の演技がどれほどの観客を引き寄せるかはまさに未知数。ファンたちは、その瞬間が待ち遠しいとともに、新たな映画の冒険に共感し、感動することを期待しています。平野修行は、俳優としてだけでなく、エンターテイナーとしても新たな局面を切り開いています。彼のキャリアは、変革とエキサイティングなエンターテインメントの新しい時代を象徴しており、ファンたちは彼の一挙手一投足に期待と興奮を抱いています。 平画の演技力が非常に優れていることは否定できません。ハンサムな容姿、温かい男性の声、表情豊か,かな目、アニメのような顔です。彼があらゆる年齢層の多くの聴衆を魅了するのに役立ちました。2024年には彼が映画を撮る時間が取れることを願っていますし、私は彼の映画が記録的な数の観客を獲得すると確信しています。男性俳優の投票上位50位に入るだろう。